さてうちに帰るとするか。 前についてての本は長くてご主人様、何者かが屋敷に飛び込んできました。精一杯抵抗したのですが、全く歯が立たなくて。何者だ自己紹介をするほどの礼儀を持ち合わせているようには見えませんでした。 トリス <laughs> 本物よ君はコビリにいたはずじゃあなたを待つのに疲れてプサンに来ちゃったの日光浴もしたかったし様子を知りたくてすぐに片付けるって言ってたんじゃなかったかしらああもう少しの辛抱だもうすぐ一緒に北方へ帰れる黙って突然来ちゃって怒ってないといいけど。 確かに昔から予想外のことは好きじゃない偶然の原則や驚きのこのことを思い出すからなでも考えが変わってきた嬉しい驚きというのもあるみたいだそれも悪くない外へ出よう君が気に入りそうな居心地のいい場所があるんだ 小びりはどんな様子だ驚くほど退屈よ評議会の議題は商売に関することばかり関税だとか物質保管の規則だとかね刺激が恋しいが何時の人生を劇的であれというオフィルの格言は知ってる私には波乱万丈の日々はもう十分静かに暮らしたいの私がノビグラドから連れてきた魔術師も自力で北上してきた魔術師もみんなそう言ってる 少しも魔術師らしくないの陰謀も秘密結社も策略もなしただ仕事に打ち込んでるコビリのためにね時々幸せすぎて現実っぽくないと感じるの本当は今にも戦争とか恐ろしいことが始まるんじゃないかってでも今のところ上々の暮らしよあなたがここでの仕事を終えて戻ったらもっと素敵 俺の葡萄園は気に入ったか聞かなくてもわかるでしょ大好きよ家は大きいけど派手すぎないし場所もいいし2人きりで休暇を過ごすのに最高改装が終わったところなんだ随分高くついたがその価値はあったな敷地のあちこちに新しい苗木や花を植えたが何かが足りない気がしてるんだ そうだな生け垣のメールを作るか真ん中に彫像を置くんだもちろん裸のなもうゲラルトあの舞踏会のことは忘れてあれは全部ワインのせいでからかってるわけじゃないいい思い出なんだあの夜はまるで魔法だった君のドレスもとても似合ってたあのドレスは持ってきてるわよそのうちまた着るわ 外で食事をしましょうロうソクを灯してセミの歌を聞きながらどう楽しみだこびりにいてどうやって俺を見つけたやり方はいろいろあるわ、ゲレルト。水占いとかねああ、そうだった。それで俺たちの未来は他に何か見えたかそうね。 ゾルタンの引っ越しおいおい冗談だろ <laughs> 安心して私の知る限り彼はノビグラドに落ち着いてどこにも行く気がなさそうだから真面目な話だと私たちの未来が断片的に見えたわでもその内容は教えないでおくどうしただ言ってたでしょ嬉しい驚きが好きになったって トゥさんに来たのは初めてだろうあちこちを案内してもろうか悪いけど他にやることを決めてるのそうなのか何をするんだ太陽の下で寝そべってじっとしてるとかああなるほどそれは忙しそうだ詰め込みすぎじゃ鍛え帰る前にこの気候を目いっぱい楽しみたいのこのジョーク知ってる 小びりに夏が来たのはどうすればわかるか雨が冷たくなくなったらだジョークっていうよりほとんど事実なのよねなああこんなこと言うんじゃなかった一緒に帰る気をなくしたんじゃないその心配はいらない少しだけ一人で待っててくれるか少しだけよ